내 맘은 の罪バーンは監獄にぶち込まれて、怠惰の罪キングは死んで墓の中か。お前どう思う？どうでも僕団長以外の男に興味ないし。そんなことよりさ、僕ってばこの10年にこんないい女になってたんだ。その手配書想像だから。よし決めた。まずはバーンを拾いにバステ監獄に行くぞ。バステ監獄にした理由は近いから。愛だな。私は反対です。今はメリオダス様の傷の手当てが優先ではないでしょうか。そんな体でまた聖騎士と戦うことになったら。エリザベス、心配すんな。なんともねえから。少し寝りゃすぐ治る。おやすみ。あいつのことだから添い寝でも要求するかと思ったぜ。メリオダス様、お着替え、お一人で大丈夫ですか？メリオダス様。Yeah!
私が勝つ。その弱さが敗因だ。いるから探してきてよ。はい。おとなしくしてろよ。私の調合した特別製の薬だ。これでずっと楽になるよ。正直生きてるのが不思議なくらいだ。相当深い刀傷に雷に打たれたかのような火傷。ありがとうございます、ダナ先生。どうしてこんな子供が。私のせいですね。私が聖騎士を止めたいと言ったから、七つの大罪の所在を探り出すためにこんな無茶を。エリザベスちゃん、ごめんなさい。メリオダス様、早く良くなってくださいね。さてどうしたもんかな。メリオダス様の目が覚めるのを待ちましょう。バステ監獄へは。それからバステ監獄には僕一人で行く。目が覚めたらさ、団長はすぐバステ監獄に行くって言うと思う。怪我が治りきってないのにそんなことさせられない。
その弱さが敗因だ。残らず叩き潰す。おい、今のは俺にも教え。団長のことは頼んだよ。はい。